はい、どうも皆さんこんにちは、正和です。いつもありがとうございます。さあ、こちらはですね、小さな、一番小さなタイプかな、コバエシャッターの、ね、蓋を外した状態のものなんですけれども、これですね、ゲンゴロウの水槽に設置してた水草ですよね。これをですね、もう産卵してる跡が確認取れたので、個別でね、こういう風にですね置いてたんですけれども、今朝見るとですね、ここ幼虫がね元気に泳ぎ回ってたんですよね。なので、まあ、急遽ではあるんですけれども、ちょっとね、新しくダイソーで発売されてた飼育ケースがですね、気になるものがあったので、そちらでね、飼育環境を、セッティングしていきたいと思います。それがこちらですね、スライダー式飼育ケースの300円のタイプ、大きいタイプですね。で、近隣店舗にはですね、まだ100円のもっと小さいタイプがですね、店頭に並んでないんですよね、どこの店舗にも。だから、まあ、やむを得ずではあるんですけれども、ちょっと広々、最初はね、様子を見たいということで、こちらをね、選びました。では、早速、セッティングするんですけども、またね、もし間違いがあったら、これから訂正していくと思いますので、今回はね、生まれましたっていう報告になります。で、まあ、もし間違った飼育環境をセッティングしているようであれば、経験者の方もしいらっしゃったら、コメント欄で教えていただけたらと思います。はい、ひとまずはね、引っ越しはできたんですけど、まだちょっと水の透明度が落ち着かないので、数時間置いてまたね、撮影してみたいと思います。はい、ということでですね、先ほどの映像から8時間経過しました。これがね、幼虫ですね。で、水の透明度も落ち着いて、中がね、もうしっかりと見えるようになりました。そして、ちょうど真ん中あたりにですね、幼虫のミルワームですね。ミルワームを一匹落としてたんですけど、どうやら、あら、食べてないな。ちょっとじゃあ、また次回ですね、いろんなものを落としてみて何を食べるか、ね、まあ、ネット上にある情報もね、いろいろある、調べようがあるんですけど、試しにいろんなものをですね、与えてみたいと思います。まあ、危険そうなものはね、避けます。ね。ということで、また今後の、ね、このゲンゴロウの幼虫の成長も楽しみなので、よければね、チャンネル登録して、これからもね、一緒に見守っていただけたらと思います。はい。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよならー。